はい、えー、こんにちは、ぬれねずみです。このチャンネルはですね、テレビのドラマをですね、なるべく、えっ、ー、と、1話1話を追いながらですね、感想を言っていくというドラマ応援チャンネルになりますので、よろしくお願いいたします。で、今回はですね、あの、フジテレビ制作ですかねあの、平成物語、これなんかね、1と2があるみたいで、こっち2の方ですね。はい、2の方の感想になりますので、よろしくお願いいたします。で、まあ、こちら書いてる通りなんですけど、見えますかね。えっ、ー、とち、ちょっと、ね、ちょっと字のフォントがね、どのぐらいになってるかちょっと分かってないで、あの、話してるんですいません。えー、と脚本がですね、加藤拓也さんで 方で、すねで監督さんがですね、松本香さんですね。えー、っと、そうですね、えー、っと、花の方のね、あの花さんになりますので、よろしくお願いいたします。で、全体としましてはですね、あの、感想ですね、こっちなんか書いたんですけど、こんな感じです。自分の感想で言えばですね、泣きもしない、笑いもしない、ただ起きた過去をずいっとたぐっていく、丸探訪のようなドラマと、うん、そんな感じですね。うん、いいですね。うん なんか丸探訪って感じが一番合ってんのかな、うん、これはなんか好きっていうか、うん、これはちょっと名作っぽいぞみたいな <laughs>、そんな感じですね、うん。あと何話せるのかな一応ちょこちょこね書いて、これはあの3話までの時ねメモ取ってて、であのこれ全部で30分番組のあの全五話って感じですね。で TVer であの3月の30日までやってるみたいなんで、まあ、 もしよかったらちょっと見てくださいって感じですね。自分もね、あのー、もう一回ちょっと見,見直せたら見直そうかなと思ってる感じですね。あとはね、ちょっと思ってたのは、これがなんでこんなにいいのかっていうのをなんか探りたいドラマですよね。うん。ですから、あの、脚本とか書いてらっしゃる方とかね、だったら、まあ、あと、役者さんとかでもですね、これな、何がそんなにいいんだみたいな。もういいのはね、多分、 誰,誰が見たってってこともないんですけどもうちょっといいと思うんですけどねその謎を解きたいですね自分としてはねうんですから脚,脚本に一回起こしてみたらどんな感じになるのかとかね心身をですねうん起こしてみたらとか、まあ、とにかくいいですよね。 でなのかあの後からねそういう、あのー、コンセプトかとかを読むとなんか平成生まれの方でなんか作ってる作品ですからあの平成が30年で終わるんで、まあ、一番上の方でもね30歳っていうのもねなんかすごいですよね本書いた人もなんだっけ、えーとまあ、監督さんももちろんそうでしょうしと思ったらだからすごいってわけじゃないんですけど余計すごいって感じですね。<laughs> そうですよねうん あそういう意味ではいくつの方が撮るかにもよりますよねうん。80歳の人が撮った作品と思っても、こんなにみずみずしい80歳いるのかってなるのかもしれないし、うんね、不思議ですよね。うん同じ年でもね、これはおじいちゃんが撮ったんじゃないのかなみたいなね。<laughs> はいえちょっともう一回撮り直しましたの、ね、で、ちょっと切れてるかもしれないんですけど、はい、一応そんな感じですね。ですからまあ一応 いろいろ書いたのは書いたんですけど、まあ、とにかく見てくださいって感じですねうん。いいですよね。はい、という感じでね、途中で切れてるんで、どっかで話が途切れてるかもしれませんけど、まあ、とにかくよかったですと、はい、<laughs> そんな感じの感想になります。あのぜひね、えーと見て、見てくださいって感じですので、よろしくお願いいたします。失礼します。